こんにちは、ここは、都内のオフィスビルの前に桜があるんでね、ここでコーヒー飲もうかなと。今日はね、よいしょ、サラリーマンみたいな時間帯で動いてます。一般のサラリーマンみたいな時間帯でね、よいしょ、どうしようかな。ちょっと腰掛けるところに、よいしょ、はい、コーヒーをね、今近くの中華のワンコイン500円でレバニラ炒め、税込みで500円は安いまあ味もねそこそこでしたね。薄味に作ってたからよかったね。まあバリバリうまいっていうほどでもなかったけど、桜の花びらが舞って綺麗でしたね。いやまあこの桜は若いね、10年ぐらいでしょうかね。まあ国会がいろいろ騒がしくて、まあ安倍総理はあれやね、もうなんていうのかな、この支持率の低下を逆手にとって、憲法改正、とにかくこれだけやらせてくれと、憲法改正をやってそして交代させてくれという、まあ焼け太り作戦に出るみたいですね。丹羽さん、花見コーヒーです。昨日は花見酒やったけどね、お疲れ様です。最近ね、東京駅とか日本橋、神田、秋葉原、この辺りをうろうろしてるんですよ。はい、よいしょ。まあ北海道はまだ雪がいっぱい残ってるんでしょうね。東京は今桜満開で、本当はいつもの上野に泊まって上野恩賜公園で満開の桜いっぱいのところね見たかったけど、ちょっと仕事の関係でね、まだ日本橋神田のあたりをうろうろしてるんですね。もう安倍総理はね、長いことやったし、自分もお疲れ気味のところもあるし、奥さんのことでね、もう総理大臣の奥さんが国会の承認喚問に呼び出されるみたいな前代未聞になるからね、もうその前にはやめるでしょうけど その前に焼け太りじゃないけど、やめるから、もうやめるから憲法改正やらせてくれと。どうせやったらもう憲法改正やって火だるまになって散っていくぐらいに言うんでしょうかね。ああ北海道は雪解けの最中でね、まあでもこの北海道の雪解けの頃っていうのはまたいろんな野草が咲いて綺麗ですよね。一回行ったけど、どこまで言って帯広までは行ったんやけど、まあだだっ広い道を走ってね、でも爽やかやったなあれ。4月か5月頃行ったんやね、季節やったな北海道。まあでも丹羽さんが住んでるところはもう日本とは言えんからね違うか
ちょっと物議を醸す言い方やな。ちょっと遠すぎるわな。まあ今日朝テレビ見てたら立花隆さんが羽鳥のモーニングショーに出てたというかパネルで表示されてましたね。びっくりしたな。なんかフェイスブックで安倍昭恵さんから友達申請があって葛飾区議の、立花隆さん、それで電話で意見交換してたけど最近は電話がつながらなくなったって立花隆転校中。北海道は四国と九州を足したぐらいの大きさがあるね。本当本当。一回流氷が見えるところまで行ってみたいね。まあワリカップ村までは行ったけどね。泊原発のところね、長靴履かずに今履いてるこんなズックで、いやいや見て見てこれ桜の花びらが。オツですな。まあ日本は広いね本当にね。沖縄に行かないかんねんけどな、ちょっと仕事の関係でちょっと経費のやりくりがつかんな思って行かないかんなとは思ってるけど、これはもう特別に出してもらわない行きまへんよってね。まあまあいろいろ考えながら工夫を凝らしてやってますよ。もう今年で85になった父親がね結構、カンパしてくれるんで、それでなんとか やりくりやってきたけど、もうあかんな。父親ももういつ行くかわからんからな。言われんか。まだ元気や元気。ああお袋の墓参りも行かないかんし。まあね子供がねちょっと高校行き直すことになってドロップアウトしてたんが、夜間にね入り直すって、まあ、それはそれでよかった思ってね。アルバイト先で高校夜間があるから行ったらええやんって言われたんでしょうね。やっぱり仲間から言われるのがええやね。僕がほらその2009年の2月ぐらいから活動を始めたんやけど、もう長男が小学校6年ぐらいの時、次男は小学校4年生やったから、長男の小学校6年から中学校1年ぐらいまで、まあ、小学校6年までやね、その頃に長男は厳しく、まあ、数学なんかXYZ の三連立方程式なんかで全部解けて、もうこれでやったら全部解けるから、鶴亀算とかそんなもの覚える必要ない、どうせ使わんねやから全部 XYZ で解けって言ってね、やって、まあ、長男はまあまあ大学も行ってあれやけど、次男は全く私かまってやれなかったんで、兄貴と弟とこんまい頃は同じぐらいの賢さやったんやけど、もう次男は全然友達が悪うてね、とにかく勉強せんかったね。僕も放りっぱなしやったし、だからちょうど彼が小学校6年から中学 1,2,3 僕がほとんど家にいなかったから、もう全然言うことは聞かんし、まあのんびり高校ドロップアウトしてのんびり行ったらええわ思ってたけどね、この度夜間に入り直したということで、まあそれは良かったですよ。ね、もうこの
市民活動家で何脱原発活動家で何偉そうに言うたって、じゃあ子供は全部、子供はあの学校も行かん、女房とは喧嘩ばっかり、金はない、借金だらけ、自分もまともな仕事はない、それで結局人に迷惑かけて借金も払わんと家庭も崩壊して、藤島は散っていったって言ったら、まあ何ていうのかな、脱原発なんかやってるやつはそんなええ加減なやつばっかりやというね、まあ、そういうある意味こう社会にとってこういうデモを、まあ、デモを作り上げてきたやったら大げさやけども、今大々的にやってる国会周りの集会でもデモでも、もうみんながあんまり振り向きもせん頃からやってきた、反原発じゃノリが悪いから脱原発いう言葉をばらまいてきた、で野党ね、統一って声かけて共産党から自民党までみんながバカアホカスって、罵り寄った、まあ、その頃から把握いしばって野党統一野党統一って共産党の本部へ凱旋車で2回ほど乗りつけて出てこいとか言ってやってね、そんなあんまり行きまいたところで、これで僕が借金に垂れもつうて人に迷惑かけて家庭も崩壊で沈んでいったら、ほら見たことかって、あんな市民活動家はろくなもんがおらんって言われておしまいやからね。だからやっぱり私はまあもうほら安倍総理を退陣に追い込むとか、脱原発でさまざまに活動する、いろんなデモをするとかいうのはもうそういうその手順を示してやり方も示して、こうやってやるんだああやってやるんだっていうような方向性は今まで随分示してきて、でその中に僕が入り続けて、自ら崩壊、核分裂崩壊じゃないけど家庭崩壊、自分も借金崩壊したらもうしょうがないからね。まあなんとかそういう国民運動的なものの基礎を作るために頑張ってきたつもりなんで、まあ、そういう意味ではちょっとの間私が借金を返すまで、私の家庭が立ち直るまでいうかね、子供も学校行きだしたし、私もビジネスでもう少しで、きっかけをつかんで借金も返せると思うので、ぜひ、ちょっとの間辛抱をしてほしいというか、まあ以前の藤島はどこ行ったんや、国会前で脱原発だとか言うて警察官に逮捕してみとか言うてた藤島はどこ行ったんやという人もおるでしょうけど、まあ市民活動家なりに家庭もあれば子供もおるし、借金も抱えて苦労もしてるんで、そこはそれで人として親として、立て直さなきゃいけないところあるんでね、まあ、そういうところは認めていただきたいなと思いますけどもね。中国が黒竜江を汚しているから流氷少ない、まあだから中国の公害であるとか原発、中国からほら黄砂があんだけ飛んでくるんやから西日本全域までね、まあ、中国で原発が爆発したらもうとんでもないことになるわけだから、とにかく原発がなくても大丈夫な国を作って、その技術を中国にも世界にも広げて、で日本をきれいに安全にコントロールして世界のリーダーとなる、もうそこに尽きるわけですよね。まあ早くそういう活動をね率先してできるように、自分の借金なり、子供のことなり、まあ母親の墓参り、高齢の85になってまだ僕に看破している父親の世話、そんなものもやっぱり僕も人として親として子供としてやらなきゃいけないことがあるんで、それはまあやっていきたいですよね。でよいしょ、ここにコーヒーを置いて、安倍イエスマンネトウヨになると交通費が出るそうね、なかなかそういう交通費は私には
領収書一回持って行ってみようかなと思いますけどもね。私にも交通費出してくれるのかな。ごめんね、お金ないと。いや、もうあの、ケーキでもパンでもパイでも売って稼いでください。お願いします。センター試験さん、こんにちは。明徳義塾高校ですか。そうではありません。夜間高校です。明徳義塾は全寮制の昼間の学校なんでね。庭さん、反体制運動で成功するのは並大抵なことではない。ね、そう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 。反体制運動っていうのは、全くビジネスにはならないからね。赤字も減ったくれももうあのババまでついてくるから。公安には付け狙われる、いろんな企業からは嫌われる、借金もできになる、もうボロボロですよ。だからまあまあ私の真似する人もいないでしょうけど、こういうこう市民活動家としてね、こう活動していく、自分がね、このツイキャスも、あの国会前の演説も、都内のデモも率先して、みんなの先頭になって、一人でもやってきたんで、まあ、そういう意味では、私が何というかな、少なくとも家庭崩壊、子どもも全然ドロップアウトしたまんま、借金も私も返さんまんま、どこ行ったかわからん、っていうような、私ももうあの夜逃げしたとか、まあ、そういうことにならないようにね、まあ、きちんと藤島は苦労しながらも借金を返してやってるよという姿をまず見せて、で子どもたちの進路もね、きちんと親らしいこともして、それで 母親の墓参り、父親の老後の世話、まあそういうことも人としてのことをやらんとね、ダメだと思いますけどもね。はいはいはい。まあ、あのそういう意味で、一人の市民活動家の後始末の仕方、しまいの付け方、これを今実践で見せなきゃいけないなと。きれいに、どうせ散るんだからきれいに散りたい、桜のようにと。ということでよくまとまりましたね。オチがついて、皆さんどうもありがとうございます。藤島さんは大変だけど地味に頑張ってほしい。はい、僕は大変地味に散りたいと思いますからね。桜のように綺麗にはなかなか散れないんで、私は地味に散りたいと思いますけどね。まあ、立花さんはね、あの毒まんじゅう食っても全然大丈夫なあの胃袋してますから、あの人はあのわざわざ好んで毒まんじゅう食いに行って、あのとにかくあの なんていうのかな、あのどういう毒であろうが何ババであろうが何であろうが、全く無名で埋もれるよりは、スキャンダルであろうが泥にまみれようが、あの有名になる、それが立花さんは基本としてますから、まあ基本マッチポンプみたいなところありますからね。あの立花さんだけじゃなくて我々はね、はい、まあそういう意味でね、立花さんも元気でやってると思いますけど、本当この iPhone っていうのは性能いいよね。じゃあ今日はね、もうちょっとこうあのランチタイムで、コーヒーブレイクに、ちょっと放送しましたけど、予定というか本当にレポートがいっぱい詰まってるんですよ。ちょっと今日は予定としてはあと1件なんですけど、あの外で人に会うのはね、でもこうあのいくつかの事案を推し進めているんで、どれか一つポコンといきゃええと思って全部にこうレポートを書いて、ちょっとずつ押し上げてね、まあ、どれか一つブレイクスルーしたらいいと思ってるんですよね。頑張ります。丹羽さんもあのまだ
北海道寒いでしょうからね、気をつけてくださいね。ケーキでもパンでもパイでも打って稼いでください。お願いします。じゃあ、今晩の放送はありません。また明日。